11世紀、常しえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると町に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これは夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、教皇長命、こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。教皇長の騎士の方ですか。まあ、君が今回の司祭って、リュリーテス。アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろ、こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから、何年。そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ。そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりのに。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、
現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思った。ああ、アーナスって船が苦手だものね。なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう。アーナス、どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって。私、とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーテス、この島あまり大きくなさそうだけど景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アーナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ええ、ロシエクロックが反応している。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。ああ、フェルマン！なんだ。ジャーコエリエルイエル。セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちはセルバン、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。ケルフェンライエイゼン。はいはい、頼りにしてますよ。
CRP エリア。一緒に行こう。CRP エリア。我が剣族ハッセイハッ見切ったハッセイハッ見切ったハッセイ全ての邪妖は私が滅ぼすヘッセイハッ落ちろヘッセイハッ落ちろこんなもんか。お疲れ様、アーネス。さあ、無事エクロックを出して。わかった。青き血をたたえる古き気候よ。移ろう時のごとく、流れる水のごとく、忌むべき地をあるべき地へと送り出せ。はい、これでもう大丈夫。ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青き地に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？ああ、この猫ちゃん？アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？お腹すいたのかにゃ？リュリーです。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ、まだ夜が潜んでいるみたい。あ、闇が黒鳥が溢れ出してる。なんて数だ。アーネス、あれを。お前は赤い月。そんな、まさかあれは。知っているの、ユリーです。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて満ちると世界が常しえの夜に包まれるという。つまりあれが見えるということは、また世界が常しえの夜に包まれようとしている。